願いしますよ、完全に。頑張ります。はい。WBC でいろんな若手とやってるけども、うん、日本のピッチャーとか野手でメジャーに通用する人っていうのは、あ、すごくいるなって感じるのか、うん、それともいやまだまだこういう考え方だと無理やでっていうようなことなのか、うん、どうですか。いやもうピッチャーに関してはもうブルペン見てても、うん、やっぱり投げてる球も強いですし変化球もいいですしで、まあ、何よりこのオープンマインドですよね今の若い選手たちって、うん、ちょっと変化球の話したら昔だったらちょっとキャッチボールで練習して、うん、でブルペンで良くなったら試合で試してみるって言ってたのがじゃそうやってその話してから実践に行くまでも3ヶ月ぐらいからなんですよ、もっとで。今の子は、じゃあ今日ブルペン投げてきますってなるんですよ。そうやったらもう、どんどん成長していくんですよね。うんうん、だそういうところを見ても、やっぱり今のサプリメントとか、そういう栄養の摂取の仕方を見ても、トレーニングを見ても、やっぱりみんなが球速いのをやっぱうなずけるし、だから逆にやっぱり野手はちょっとトレーニングとかサプリメントの意識はちょっとあんまり高くないのかなっていうのは思うんで、まあ、ただやっぱりピッチャーすごくいいと、大勢君なんかも、この前大谷君と話しましたけど、やっぱりすごいですし、うん佐々木君、山本君当たり前ですし、で野手だったらやっぱ村上君はやっぱりもう素晴らしいので、もういっぱいいると思いますね、今メジャーで通用する選手っていうのは。ただこの番組っていうのは、子育てをしてる親御さんも見てると思うんだけど、うんはい、例えばダルがね、小さい頃から、今の意識でトレーニングをし、ウエイトとか、いろいろ多少でもこう入れていくと、170キロって投げれたと思う。いやもう全くわからないですね。でも160キロはもうクリアしてるわけじゃない、まあ、160一回投げましたね。でもそこはわかんないですね。もうちょっと速い球が投げれたかもしれないですけど、でもなんか見てるとさ165を投げるわけでしょ、うんうん、でチャップマンとかは170もう経験してるわけじゃない、はいはい、今なんか155から160ぐらいが、うんうんまあ、当たり前になってる時代じゃない、そうですね、で年々こう上がってきてるでしょ、うんはい3年ごとぐらいに上がってきてるかな、うん、だから170キロ時代になるんじゃないかなっていう。いや、なると思いますね。なる？僕は170は分からないですけど、まあ、いずれ多分なると思いますけど、まあ、やっぱ日本人でもどんどん160が投げるピッチャー出てくると思いますね、うん、これバッターついていけないよ、うん、だからついていけないんで例えばトレーニングであったりとか、まあ、栄養摂取であったりとか。でも僕は野手もこれからどんどん上がってくると思います。上がってくる、はい、まあ村上がなんかこう三冠を取ったりとかね、うんうんしたけども、これが56本来た、うん、これが70本の時代にもなってくるかな、うん、いや僕はなると思います。やっぱりいやそうちょうどこのなんで僕は野手これから来るんじゃないかなと思うかっていうと、この前大谷君が名古屋ですごいバッティング練習したじゃないですか、うん、でその時やっぱり他のもうみんな選手たちはすげえすげえってなってるわけですよ、うんうん、僕村上君の表情だけずっと見てたんですよ、うん、もう一人だけはぁじゃないですよ、怒ってるんですよ、なんかもうイライラしてるんですよ、うん、でその前に野手会行ってたんですよ、僕は生徒も、うん、その時にみんなに、いや村上お前大谷には勝てねえよみたいな、レベルがちげえよみたいなこと言われたけど、いやでも分かんないっすよ、分かんないっすよ、負けたくねえとかずっと言ってたんですよ。でやっぱりどっかで勝てるんじゃないかって、まあ、56本打ってるしっていうところがあって、行った時にやっぱりその時やっぱり自分では今では勝てないと思ったんですよね、うん、ですごくこうイライラしてるのがあった。でもこれいいなと思ったんですよ、村上君はね、56本三冠を取ってまだその気持ちがあるっていうのは僕はすごいいいなと思って、その後、ま、あのクラブハウス戻ってそのロッカーですね、うん、で村上君にどうやったって言ったら、いやすごいっすみたいな言ったから、いやでも負けたくないんじゃないって言ったら、いや負けたくないっす、どうしたらいいっすかってなって、でそこから僕にサプリメントのこと聞いて、大谷君が飲んでるサプリメント何ですかって、トレーニングも全然ちゃんとしてないんですよ今は。その普通のストレッチ系がメインで、うん、で体枠は大きいけど筋肉はガチッとしてない感じなんですね、うん、だそのトレーニングとかも大谷さん何やってるんですか、だ今日もトレーニング先に行ってるんですよ、ウェイトトレーニングをやろうとしてる、だその気持ちをやっぱり三冠王が持ってるっていうのは、やっぱりこれからやっぱどんどんあの若い三冠王がそういう新しいことに挑戦していくってなると、やっぱみんな見てるから、うん、これはまた村上君がみんなをこう引っ張っていくんじゃないかなって僕は今思ってて。なるほど、うん、もうすごいですよ。この前だからみんなで全員で決起集会した時も途中から僕の横に来て、ずっとそのメンタル的にはどうしたらいいかとか、そのだからサプリメントとかの話とかトレーニングの話とか、大谷さんどうなんだとか、そういう話をずっとやっぱしてたから、うん、あこの子全然やっぱり結果がどうとかっていうのは全く満足してないんだなっていうのはすごく思って、うん、そういう人ってすっごい少ないんですよ、うん、それをあの実績を持ってる選手が持ってたっていうのが僕はもうすごく嬉しくて、うん、この体を鍛えるのはいくらでも鍛えられると思うんだよね、うんうんはい、やる気になる、はいはい、メンタルを鍛えるっていうのは、うん、ダルはどう考えてるの？
メンタルを鍛えることっていうのはでもまあ難しいですよね。鍛えるものじゃないって思うというか、まあいかにそのいろんなほらまあ試合の日だったピッチャーなんか特にまああの切羽詰まるんですけど、まあそのいろんなネガティブなことが出てくるんですよね。やっぱりこう結果が出なかったりしたらどんどん悪い方向に行きます。それをいかに受け流すかっていうそのスキルの部分なんで技術だと思うんですよ。そうだからこういろんなことが出てくることに対していかにその話を聞かないか、自分の声として聞いてるけど、あお前もうダメなんじゃないか、打てないんじゃないか、でそれは自分の声だと僕は思わないようにしますね。そう、変なこう悪い人が自分の声を似せて自分にこう言ってきてるだけでそれは関係ないと、とにかく今に集中するっていうのが一番大事なので、未来のこと考えない、過去のこと考えない、今ここに集中するっていうのが全てをこうメンタルをいわゆるみんなが鍛える強くするっていうのは多分そこだと思うんですよ。まあ、無になるに近いと思うんですよね。なるほどね、本当に技術もう振り回されないということが一番全然もう周りのことは気にしない、自分がどういう人間かっていうのをちゃんと理解するのが先だし、どういう価値があるかっていうのを自分でまず理解するのが大事だし、自分が打てなくてもどうでも全く変わらないんです、そこ、そこに気づくとすごいメンタル落ち着くと思うんです。なるほどね、すごいね、やっぱりいやすごい、いやいや、なんかね、この年になって鱗だわ。本当ですか。いや、本当に、なんかすごい勉強になるわ。ありがとうございます。いや、だから、まあ昨日ね、大谷が2本打った、次の日に、ね、撮影してるんだけども、あのホームランは別にダルは驚かないよって。驚かない。よく打ったなって、もうそういうのをもう目の当たりに何回も見てきてるんだもんね、っていうか、まあ、大谷君すごいですよ、あのホームランもすごいと思うんですよ、みんながあそこでわあのホームランすげえ100どっちもやってすげえ、僕は大谷君のすごいと思うところはそこじゃなくて裏の部分ですね、日々の過ごし方、どういうふうなものを食べている、そこがすごいんですよ。そこが見えてるから、そこを見なきゃダメなんですよ。でないと大谷君には近づけないです、誰も。あそこばっかりすげえすげえってなって憧れの目で見て、いやでもそれに目指さなきゃいけないわけじゃないですか、あんだけすごいホームランって。みんなそれ打つ努力をするべきなのに、そこばっか見てすげえってみんな話してるわけで、でもその後トレーニング来て大谷君はどんなトレーニングしてるかをちゃんと見て記録してるなんて僕ぐらいですよ。でもそこがすごいのに、そういうのにこう気づけない人たちばっかりなんで、このなんていうかな、だから僕はそこには驚かないです。すごいのはもちろんだけど、そこじゃないっていう、まあそこをやってるから、あそういうホームランが打てるんだなっていう、それだけなんだよね。そうです、だからそのジャンプの仕方見てもそうだし、トレーニングの組み方見てもそうだし、じゃ栄養の取り方見てもそうだし、それはああなるよねっていうのは思います。才能はもう素晴らしいのはもちろんですけど、それプラスそこがあるんで、それをつけてるっていうのがまた面白いね。いやもう全部だって、もうそれはその大谷君のトレーニングとか栄養とかを見る機会テレビでないじゃないですか、今それ僕その権利があるわけだから、なんでじゃあ見ないんだっていうところだと思う。それはだって一番経験が一番大事なんで、その知識と経験が一番大事なんで、もうそれはもう全部ついてきますよ。もうそれはやっぱメジャーに行きたい人はとりあえず、まあ、伊藤博文でも今年一緒にトレーニングしてくれって言ってしてあげたよね。もうね、いろんなものを吸収していこうとするよね、それを惜しげもなく出すでしょ。まあ、僕はもうそのそうですね、別に何もだって自分にとってデメリットがないじゃないですか、もし人にこう自分の経験を伝えるっていうのは、また大谷君とか見るのはやっぱり大谷君も自分にすごい喋ってくれるんですよ、会話が通じるのが多分僕だけだからなんですよ、そうトレーニングとか栄養に関して、でみんなやっぱりこの深いところ分からないんで、その大谷君はなぜすごいかを伝えるのが多分僕の役目だって今思ってるから、よりそのチェックとかは全部するようにしてます、ね、例えば一日のルーティンで言えば朝起きるじゃない、で何を摂取するっていうことからもう決まってるわけ。誰か僕ですか、結構みんなルーティン好きなんですけど、自分は日々のその体調によって合わせるっていうのが一番大事だと思うんで、体調いい時とか悪い時、ちょっと体が重い時、軽い時、いろんな状態あるじゃないですか、それなのに同じことをするっていうのは僕あんまり好きじゃないんですよ、ストレスがかかる。ストレスというか、まあ、正しいアプローチじゃないというか、なんかその本来サプリメントだったりそういうのもこういう時にはこうっていう栄養素があると思うんで、それをこう自分で見極めて当てはめていくっていうのが僕はそのコンディショニングだと思うんですね。それ自分で決める、自分で決めます、全部やります、もちろん決められてるわけじゃなくて、僕は全部トレーニングのメニューもそうですし栄養のメニューもそうですし、僕は誰もそれに関しては入ってこれないんです。だって自分が自分のトレーナーでないとダメだし、自分が自分のメンタルトレーナーでないとダメだし、そう思ってるんで。でもそれはやっぱかなり勉強したでしょ。もう勉強もそうですし、いろんな試行錯誤、成功失敗、いろんなことがあっての今なので。睡眠時間は何時間寝るとか、そういうこともあんまり決めない。
いや、なるべくもちろん寝たいんですけど、うん、まあ、でもやっぱり自分、まあ、サンディエゴにいる時だとやっぱり子供たちいるので、うん、まあ、オフシーズンなんていうのはなるべくまあ早く、まあ、6時台に起きるので、うん、まあ、寝たくても7時間8時間ぐらいかなっていうところで、うん、まあ、でもそれもやっぱり寝てなくてもなんていうのかな、ある程度こう慣れるじゃないですか、うん、まあ、だからそこでなんとか対応はできてますけど。サプリメントは何種類ぐらい持ってんの？いやー、でも種類で言ったらでもそれこそ40、50とかなんじゃないですか。でもそれ一気に全部飲まないですよ。もちろんもちろん飲まないですけど、体調によってだよね。もちろんそのいろんな組み合わせだったりタイミング、うん、量はっていうのは本当に変わるんで。でウエイトやった後に、うん、摂取するプロテインとかも、うん、まあ、それもその時によりますし全然違うんだよね。プロテインもだから最近、まあ、それも大谷君と話してて、ちょっと大谷君あんまりそのトレーニングはプロテイン飲まないですぐに食事をとるらしいんですよね、うん、ちょっとそれは今試そうかなと思ってて、うん、まあ、結局ボディービルダーの方とかでもそれの方が反応がいい、筋肉の成長がいいっていう方は結構いるんですよ、うん、やっぱり食事をすぐ後に取った方がいいっていうのは、まあ、でもそれは自分も体感してることなので、まあ、そうやっていろいろやってますね。まあ、スポーツ選手って36ぐらいになってくると、うん、まだつくのかな。つきます全然。だってボディービルダーの人たちは今からですよ。あ、こっからずっとトレーニング若い時からしてるけど、むしろこっから全然あるんで、まだ10年とか。いや、あのさ、これからどういうふうにもっと自分をこうしていきたいっていう夢みたいなのあるの、目標みたいなの。いや、ただやっぱりもうここまでずっと野球やってきてるんで、まあ、こう先を見ると結構辛い部分ってあるんですよ、うん、そのこういろいろやってるんですけど、うんうん、あと6年かとかってなるとできるかなっていうふうになっちゃうんで、とにかく今日一日一生懸命勉強して一生懸命練習して、で明日につなげるっていうことだけを今考えてるんで、うん、目標っていうのはないですけど、まあ、今回だからまあこういろんな選手、まあ、といろいろ話をしたりとか、まあ、特に大谷君とそういろんな話をして、まだ俺いけるんじゃないって思うところがあるんですよ。先があるんじゃないってすごく思うんで、だからちょっと楽しみになってますよ今最近。ワクワク感。いや、もうだからちょっと前まではあと6年かとかと思う時もあったんですけど、家族のためにも頑張らないと、ね、応援してくださるファンのためにも頑張らないとと思ったけど、こうだから大谷君と話している中でもうちょっとやりたいってこうあのさ思いますね。その6年先っていうのは契約が42まであるよね、はいはい、その先っていうのは日本でやってもいいって思ってる、うん、いや、もう全くでもそのそこまでは考えない、はい、考えないですし、まあ、でも現実的に今年でもし終わりだったとしても日本に帰ることは難しかったですね。うん、無理だと思います。やっぱりそれは家族の問題。あ、なるほど、ね、うん、でも家族はずっと今アメリカで育ってますし、うん、子供たち育ってますし、やっぱりその今までほぼ日本での経験がないんですよ子供たち、うん、で僕だけ単身赴任するには無理です絶対それは、うん、でみんな連れていくってなると全く知らない国に行って友達関係も変わって、うん、あの文化も変わってってなった時のその自分の子供たち その人格に対する影響っていうのが全く僕としては想像できない、そのリスクを背負えないっていうのが、まあ、父親としてやっぱあるので、だからそのもちろんその帰ってきてほしいっていう声も届いてるんですけど、それ以上にそういう面で僕は難しいと思ってます現時点では。いやいやいや、もうそれは父親としてなので。なんか隙がないな。いやいやいや、本当になんか隙がない。なくなったな、本当に。いやいやいや、本当に。いや、でも監督の要請とか、うん、そういうのがあったらどうする。いや、これだけの考え方があったら、うん、いや、でも日本の球界はもう絶対良くなってほしいと思うでしょ。もちろんもうそれはもうそういうために僕来てる部分もあったので、で発信もしてくれてるしね、はいはい、まあ、それは僕がいいとかっていうのもアメリカはとにかく得た経験をこう、まあ、言えることで変わるっていうところなんですけど、ね、うん、やっぱアメリカが最初に考え出してきて、うん、科学的なこともそうだし、うん、はい、そういうことが日本に流れてくるだけで、逆に先にやりたいよねこういうことを、うん、でアメリカが真似するみたいな、うん、そうですね。そういうことってならんかな。いや、でもやっぱり今あえて佐々木朗希君であったりとか山本由伸君とか出てきて、まあ、村上君もそうですけど、まあ、特にピッチャーに対しての注目ってのはすごく高いんですよ。だから昔はやっぱりその全然その日本人の選手たちの話にならなかったのが、今やったらそのチーム内でも例えばあのソトっていう選手があの56本打って村上ってすごいのかって聞いてきたりとか、まあ、ピッチャーたちが由伸山本すごいのかとか、だからそういう風になってるんで、やっぱりすごくやっぱりこう日本の野球がアメリカにどんどん近づいてきてる感じは僕は感じますね。でもそれはやっぱもう誰であったり大谷翔平であったり、なんかこう異質な部分を出してるからね、うん、独特ですよね、うん、やっぱり日本人のそのあれっていうのは、うん、そこはやっぱり面白いんじゃないですかね向こうからすると。